ジェームズ・ロス島は南極半島の北東端付近に位置し、プリンス・グスタフ海峡に隔てられている大きな島である。標高1630メートルで南北方向に64キロメートル伸びた不規則な形をしている。オット・ノルデン・ショルドに引きられた1903年のスウェーデンの探検隊によって記録され、1842年にこの地を探検し、島の東に沿って、 多くの地点を地図に記したイギリス体験隊の隊長、ジェームズ・ブライアン・ロスの名前にちなんで命名された。マクマード海峡にあるロス島との混同を避けるため、この島はジェームズ・ロス島と呼ばれる。南極大陸で南アメリカ大陸に最も近いグレアムランドと呼ばれる半島の周囲にいくつかある島の一つである。この島は、かつて棚氷によって南極大陸と繋がっていたが、 1995年にタナゴーリが崩壊し、プリンス・グスタフ海峡が形成されて、初めて通行できるようになった。チェコの初めての南極観測基地である、ベンデル極地基地はこの島にある。南極で初めて発見された恐竜は、1986年にジェームズ・ロス島でアルゼンチンの地質学者エドワルド・オリベロと、 ロベルトスカッソに発見された中サイズの極竜類、アントクタペルタオリバーアイである。化石は、島北部のサントマルタ洞窟から約 2km 南の、後期白亜紀、カンパニアン紀の地層から発掘されたが、命名は2006年になってのことであった。2004年のエーサーミッションで、NASA の DC-8 から撮影された南極半島2003年12月。 アメリカ合衆国の古生物学者で、セイントメアリーズ大学のジャットケースと同国の地質学者でサウス、ダコタスクール・オブ・マインズ・アンド・テクノロジーのジェームズ・マーティンは、この島で、後期白亜紀の地層から10脚類の骨を発見した。発見された、なぜペニンシュラにちなんで、なぜと名付けられた化石には、上顎と歯、下顎の大部分と足が含まれていた。情報は、ほとんど得られなかったが、 足と足の形状からこの恐竜が速く走れたことが示唆され、大きさは全長約1.8メートル、体重約135キログラムと推定された。これはクジロ,ロフォサウルスに続いて2例目の南極での獣脚類の発見であった。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ地質調査所が作成した次の文書本文を含むジェームズ・ロス島 サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ありがとうございます。